ークワクチームてまき久しぶりの4達しないガチャ動画。はい、おはようございます。チームてまき TV です。ということで、いつもチーム手巻きをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。そして、いつも私の最新武器、四突までガチャを楽しみにしていただいている皆さん、大変申し訳ございません。大変申し訳ございません。私、この武器、久しぶりに、四突いたしません。いたしませんどころかもう、武器一本で撤退してやろうかと思ってるよ。びっくりしたでしょ。なんか逆にびっくりしたでしょ。俺も結構びっくりしてるんですけど、まあ正直ね、この武器は一本は超重要、めちゃくちゃ重要なんですけど、二本目以降については引く暇があったら、まあ、雨雲の杖とかセレシアの剣、今ちょっとガチャがね、周年の激アツなやつがダブついちゃってるんで、あっちに回したいというタイミングもありきで今回は判断いたしました。ただね、見た目めちゃめちゃかっこいいよね。この獣タイプで女の子にゃんにゃん、ありがとうございます。めちゃくちゃかっこいいんですけど、まあ、性能をしっかりね、紐解いていくと、まあ、一本ですよね。はい。まずメインスキル、グレイシャルハウル。敵全体にヒャドかザバ属性、敵ごとに打ち分ける2属性のブレス特大ダメージ、ごく稀に吹き飛ばす、獣系なら稀に吹き飛ばすと。まあ、竜の女王の爪に似てるような感じで、今回はザバとヒャド属性って感じですよね。この2属性だったら雨雲の杖とゾーマの黒炎でいいのよっていうのがまずね、こと足りてる感が半端じゃない。ザバとヒャドは。しかもね、ゾーマの黒炎を、パーティーに入れてるだけで、ゾーマの黒炎の置物を武器としてのね、暴走率上げた分だけ相手の呪文耐性下げるやつで、雨雲の杖とも相性いいしねっていうのもあるんですよ。はい、そして、サブスキル、呼吸とスプネウマ。霊気をまとった氷の牙で敵一体にヒャド属性のブレス特大ダメージを与え、メタル系にプラス99。なんでメタル系のダメージが単体スキルなの？はい。ねえ、メタルキングの体験がある私にとっては、いらないですね。そして、まあ、ちょっと気になるのがこのやる気エクステンションですよ。味方一人の良い効果を最大2ターン延長する。これ結構強そうですよね。これ無突でいいんですよ。そして、いきなりスキル一つ目。戦闘開始時、主人公のキャラクターの特殊効果の獣系のダメージ、エレメント系のダメージの効果値を2倍にする。置物として優秀。ただし、無突でよし。そして、いきなりスキル、二つ目。フローズンハンド。ま、これがね、この武器で一番強いところでしょうね。戦闘開始時、敵全体に氷結レベル1を付与すると。はい。なっております。相手が氷結状態になると、相手の素早さが下がると。ね、これ確定で発動ですよね、おそらく。さらに相手へのこちらから与えるダメージが増えるということで、まあ、うまく使えば、いきなりピオリムという置物がいらなくなるし、まあ、他の火力バフの置物も一個いらなくなる。これ、1台2役っていう可能性が出るっていうところがめちゃくちゃいいですよね。まあ、ただ注意しなきゃいけないのが、今までこういう武器って、パーティー内に2本入れてたら、氷結レベルがレベル2まで一気に付与されたりしたんですよね。ただしこれ見てください。敵全体に氷結レベル1を付与する。はい。これね、下の方の説明書きをね、読んでいくと、これレベル1を2回かけたからってレベル2になりそうにないです。はい。ここに書いてありますね。いきなりスキルフローズンハントについての一番下の一文。いきなりスキルフローズンハントで付与される凍結はレベル1固定となります。無突一本で十分ですね。この武器、私からのプレゼンは以上です。いや、本当にね、なんかここまで僕にとって引く理由がないと、ちょっと久しぶりに清々しいですよ。うん。この武器にね、本来使うべきだったお金を、もうセレシアとか、雨雲にね、もう回せます。あっちの方をガチで分厚く引こうというね、決意も新たになりますので、マジでありがたいですね。はい、ということで改めて、性能見ていきますと、武器はふんにゃ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 という感じで、ふんにゃふんにゃふんにゃという感じです。はい、スキルの斬撃対義、ブレスダメージ全部 7% 上がるみたいですね、突で。そして、防具。こちらについてもですね、ブレスダメージが 6%、全属性ダメージ 2% と、まあ非常にいい感じです。ただね、ヒャド属性が 9% に対してやっぱザバ属性はだいぶね、今のところ強すぎるからパーセント下げられちゃってますね。まあ、4%。まあこれについてもね、今まであったザバ装備、雨雲とね、雨雲の杖の防具と、大して変わらんということで、まあこの MP 回復とかもついてますけどね。いや、ほんと見事にね、いらないっすね。うん。いや、ごめんなさい。ね。
あんまさ、この、いらない、いらない、言いたくないんだけど、僕にとってはね、僕にとってはね、うん。何本もいらないって意味ね。本当に無凸一本でいいよなーっていう感じですよ。うん。まあ、結局さ、全体武器でブレスっていうのは、本当にこの武器じゃないとワンパンできない時がいつか来るかもしれないから絶対揃えておきたい。四凸でって私は思っちゃう方なんですが、マジでこのね、さっきも言ったけどメインスキルのグレイシャルハウルが敵全体にヒャドかザバ属性のって、いや本当にゾーマの黒煙と雨雲でガチ足りちゃうんですよね。もう道満たされてるんですよ。本当にいらないと思います。はい。そしてですね、私のパーティー最近こんな感じでね、狩りは回っています。まあ、この雨雲ワンパンで基本的に回ってるんですけど、置物はラーミアの鞭で、パーティー全員にいきなりピオリムをかけつつ、メタルキングの体験でね、メタルへの先生、メタル狩り、さらにブラックホール等ね、優秀な特性いくつも発動させつつ、闇の衣の黒煙で、呪文火力底上げと。はい。この置物だったら、まあ、このラーミアの鞭の部分が今回の爪に置き換わるという感じですね。はい。いや、本当にね。どうするこれ。この優勝ジェムで武器一本出ちゃったらどうするよ。10連終了なのか?10連でガチャ終了なのか?そんなことが今まであったか?この俺の歴史に、新たな1ページ、まさか終わるのか、手巻き終わるのか、ガチャが終わるのか、すぐ終わってしまうのか、この動画は、あっという間に終わってしまうのか、来たー!終わったー!あ、何これえ終わっちゃった。終わっちゃった。6連で、6連で終わったー。こんなの初めてー。なんか俺、もうこれ10万円ぐらい得したんじゃないか、もしかして。ありがとうございます。いや、まあ優勝でもう一回あるんでしょ。もう一回ぐらい優勝で優勝してあげてもいいけど、マジで防具に関しても今回いらないからな。終わるか。終わってまうか。なあ。はい。じゃあもうあれだ。ね、今日はちょっと動画の尺が短すぎて、ああ、めっちゃ、ああ、また来た、ああ、ああ、見つけ、来た、ああ、下手したら揃っちゃう。下手したら武器のみならず、武器のみならず、防御も3セットぜ、3セットっていうか、全セット揃っちゃう。どうなってしまうのか。どうなってしまうのか。うわー、しゃーくれー、しゃーくれー。めっちゃお得やん。めっちゃお得なことになってるやん。マジでちょっとセレシア頼むよ。セレシア追加で引くからよ。ちょっとセレシアの武器の引きが悪いんだよ。頼む、セレシアも来い。おら、しゃーらー、しゃーらー、おらー、これ来たー。もう引く意味ないだろ、こんなもん。2本で十分だよ。もう引く意味ないだろ、これ以上来た。ちょっと待て。幸せのシャワー。幸せのシャワーを今浴びてます。皆さん、ちょっとセクシーなシャワーシーン見しちゃってすいません。ふんふん。何このシャワー、幸せなんだけど、すごい幸せ。ということで、まさかの20連ガチャで終わりでした。タイトルに初日100連ガチャって書いたりサムネに入れることだけはお許しください。なぜなら100連引く気満々だったんだから。ただこんなことになったんだから。ということで、余った時間は私の初の、バラモス、討伐動画で時間を繋いでおきますので、適度にご覧ください。
you